皆さんこんにちは。 eMix グループの代表の浜野正樹と申します。本日は合格自習室 eMix をどういう方が使っているのかについてご案内をしたいと思います。よく聞かれるのでそのものをまとめてみました。はい、どういう方が利用されるかというとですね、まあ、自習室の人ね、学生が利用してるんじゃないかなってこうイメージがあると思います。確かに学生、まあ、若ければ小学5年生だからですね、小学5年生、小学6年生、まあ、中学生、高校生、大学生という形で、まあ、予備校生もそうですけどね、利用しております。で、ところがですね、実を言うと全体からすると社会人の方が多いです。で、どちらも共通しているのは、試験勉強、合格するための勉強をされる方が大体9割ぐらいを占めます。はい、で残りの1割は何かというと仕事で使うとかですね、執筆とか、あとはですね、面白いのは漫画家とかいう方も昔いらっしゃったんですね。まあ、あとは読書をするため、自分の考えるスペース、まあ、こういう形でですねご利用される方は多いと思います。それじゃあどうしてこれを、まあ、要は勉強をですね、ご自宅でできないかというと、例えばご自宅ですと誘惑があったりとか、まあ、集中ができないっていうんですね。で、カフェとか、まあ、図書館とか行くとやっぱね、周りの人の目が気になる。まあ、カフェなんかですとですね、周りの人の目が気になる。で、図書館なんかですとやっぱりちょっとガヤガヤして、じゃあ予備校の自習室使えばいいじゃんと思うじゃないですか。予備校の自習室が埋まっていたり、やっぱりうるさかったりするわけですね。ってことを考えると裏を返すと、弊社のですね、合格自習室は非常に静かなとも言えます。まあ、集中力かなり高まります。私自身も実際試験勉強で、まあ、弊社の自社のスペースですね、使ったんですけども、やはり4、5倍ぐらい、ね、はかどりました。店舗さんによってはですね、まあ、津田沼は全席指定なんですけども、それ以外のところって自由席を設けてるんですね。で、自由席でよく一番聞かれるのは、行って席がないんじゃないかっていうふうに、ま、こう聞かれるんですけどもね、まあ、そんなことはなくてですね、行ったら必ず席はございます。なぜかというと、全体の人数でコントロールしてるからです。なので、全体の人数でコントロールしておりますので、席数だけを求めているわけではないんですね。たまになんかね、もうつけんのに聞かれる方いるんですよね。もう定員しか昔やってないんですよね、とかね。まあ、こんなこと言われる方いるんです。それは弊社が決めることであって、ね、利用者が決めることではないので、まあ、これはまあ計算に、今までの計算に基づいてですね、行うんですが、過去ですね、今まで一番多くて、23席の席で、12人っていうのが一番最高でしたね。で、つまりまあ半分ぐらいですよ。なので通常はですね、まあ、大体5、6人、まあ、店舗によりますけどね、あります。で、場合によっては誰もいないということもあります。以前ですね、見学をさせていただいた時にですね、見学したらですね、誰もいないじゃないかって怒られたことが一回あったんですね。でもそれって利用者がいつ利用するかって私の方で把握もできないし、それを指示することってできないんですよ。なので一人ゼロの時もあれば結構いらっしゃる時もあります。うちとしては契約をしているので、そこの席は例えば指定席なんかですとね、いくら何も置いてなかったとしても指定席なのでご利用はできないわけですね。大抵のケースはね、指定席に自分の荷物を置きっぱなしにしているってケースが、まあ、ほとんどなんですけどもね、まあ、中には指定席でも置いてない場合もあるんですが、まあ、当然契約をしているわけですので、その席はちょっとご利用はなれないというのは、まあ、当然だと当然なんですね。はい。ですので、まあ、自由席だろうが、指定席だろうが、行って席がないっていうことはありませんので、これはご安心ください。だからもう、場所取りを考える必要はないんですね。この場所取りっていうのは意外と大変だったりするわけですよ。例えば私もよくね、スターバックスとかこう、コーヒーショップ行くんですけどね、空いてなくて待ったりするわけですね。まあもちろん、勉強しに行くわけじゃないですよ。そういうことでね、待ったりする時間、取らなきゃいけない時間、まあ図書館なんかでそうですね、取りに行かなきゃ時間、この時間のストレスっていうのがなくなりますんでね。あとは図書館ちょっと若干うるさいかなっていう。まあもちろん他より比べたら静かなんですよ。カフェなんかに比べたら。なんですけども、まあちょっとそういうこともありましてね。まあ弊社の合格自習室を利用される方が多いですね。今後ですね、こちらもハイブリッド FC でどんどん増やしていきたいと思いますのでね。皆さんのですね、より便利になるような形で。今ですとね、店舗もそうなんですけど、マルチプランっていうのがあります。はい、弊社総武線線で展開してるんですけども、どの店舗でもご利用いただけるとか、こういうプランですね、こういうものもありますんでね、ぜひお声掛けいただければと思います。ぜひご検討くださいませ。本日はありがとうございました。